今シーズン終了、えー、優勝の可能性、完全消滅ということで。まあ、CS の可能性はもちろんありますけど、だから今シーズン完全終了ではないけど、まあ、優勝がもちろん目標なので、そこは終了ということで。悔しいですということで。まあ、あと9月ビジター全敗とかもまあ、論外ですけど。 いや、森、ナイスピッチ。やっぱり森くん、いいですね。まあ、2アンダーじゃ勝てないね。まあ、せっかく相沢がスタメンじゃなかったし、こう、若鯉、林、らさがスタメンで、残念ですけど、それは。まあまあまあ、本当にドラゴンズに弱いということで、バンテリンドーム最終戦ということで、マジであさってからの、 松田5連戦、ホーム5連戦なんです、そこでマジで勝たないと。<coughs> まあ、不幸中の幸いは、今日横浜負けたので、まだ0.5ゲーム差なんで全然 CS あり得るんで。もう優勝悔しいですけど、悔しいけど、切り替えるしかない。打線決めちゃうわ、俺が。うん。もう、 現状残り9試合の、えー、理想の打線僕が決めますまず僕はずっと言ってるんですけどえー、秋山は1番です秋山は1番です1番センター秋山ですで2番僕はですねやっぱあのつながった 打線を僕は信じたい。えー、2番、誰だと思いますか ?2 番、ショート、矢野ではなく、2番、キャッチャー、坂倉。2番、キャッチャー、坂倉ということは、えー、3番、ファースト、堂林です、僕は。あの打線、良かったよ、マジで。 で4番サードもう4番はマジ小園だね誰が何番になろうと僕はもうやっぱ小園の勝負強さはねもう今年を象徴すると思うなんか小園があと1打点すると60打点かな50打点かどっちか忘れたけどホームラン2本以下で打点50か60になるとなんか何十年ぶりみたいな すごい珍しいことらしいです。<laughs> で、こっからなんだよ。5678を誰にするかということで、僕はですね、8番は、やばい、書く順番を間違えた。えー、8番ショート矢野なんですすみません、8番矢野ショートになっちゃいましたが。えー、なぜ8番、この今ね、 打率調子がいい矢野を8番にしたかというと僕はあの巨人のね角脇8番めっちゃ嫌だなって対戦してて思ったんです8番の角脇が塁出たらもうピッチャーバントでいいんでで1番の丸に繋がるとこれがねやっぱ恐ろしいなと思ったんでこれをだカープも矢野が塁に出たら9番ピッチャーバントして え秋山っていうこの並びにしたいな俺はでまあ7番菊池か7番菊池だなまあ菊池じゃなくてねニラサー使うっていう線も愛だけどやっぱ守備を考えたらまあ菊池だろうなそうだよなで残りが ライトとレフトということで。ま、ノマトかもいますわ。スエカでもいますわ。わかりました、皆さん。僕が皆さんの望みを叶えましょうということで。ジュインなんと、ファーストの輩脇がレフトになった。そして、なんと、 6番、5番、ファースト、林。どうでしょう。で、6番、ライト、野間。結構大勝負ですよ。これね、僕の理屈として、当てれるバッターと、 この三振する恐れがある人を離させるという、まあ、本来だから末金でいいんですけど、まあ、末金最近、ねまああの逆転した試合勝ち越しタイムリーいちましたけど巨人戦の僕はちょっと林林のあのどっしり見たらまあでも左多くなっちゃうけどねまあまあまあ、えー、一番秋山が粘れるで坂倉普通 粘れない小園粘れる林粘れない野間粘れる菊池普通で矢野粘れるということでこ粘れる人をこう散らすというこの分かりますかこのニュアンス。で堂林はやっぱ2番坂倉3番堂林にした時のやっぱりこの3番この秋山坂倉が連打した時にもう。 バントができるという堂林で小園につなげるというここですよ。で林怖いと思います結構今の林の感じこれ大抜擢です僕。うん僕は末金中村翔征堂林右トリオが右打者トリオがキーマンって言いましたけど優勝へのでももう優勝の可能性なくなったんでちょっと林を5番で使ってで林が。 例えば三振とかね打てなかった穴は先輩の野間がね野間も一応チャンス強いですから野間が野間,は野間が6番にいる怖さねこれどうですかというこの打線1番センター秋山2番キャッチャー坂倉3番レフト堂林4番サードことの5番ファースト林6番ライト野間7番セカンド菊池8番ショートやろうこれで CS いきましょう えー、アイザーは、スタメンで使うな。これは何,何度も言ってますけど、まあ、どうせ、ね、実現はしませんが、うん、僕の理想のオーダーはそんな感じですね。はい。みんなはどうですかということで。いやー、悔しい。優勝諦めてなかったんで。まあでも CS 行きましょう。CS で、 あの僕が人生で一度は見てみたいあのロッテ現象を見てみたくてもうそう思うしかないなロッテが3位から日本一になったあのカープもねあのやってほしいのでちょっとそれを期待するしかないな <laughs> はい、まあ、まあそう思い込むしかねえよなほんとムカつくけど 頑張りますなんか俺が頑張りますみたたいいな言い方したわ俺何もしねえのにいや俺たちの応援がカープを勝たせるんだ <laughs> いやまあでもそう思うしかないよなマジでだからあの結構生配信とかしたらえ「まだ現地あるんです私僕」みたいな「俺」みたいな人いるんでまだ残り9試合現地行く人はもう声枯らすほど応援してください もちろん中継見てる人ももう諦めちゃいけない CS 以降みんなでで日本一になろうそんな感じでえじゃんじゃんコメントお願いします優勝逃して悔しいとかもう皆さんのコメントをじゃんじゃんお待ちしておりますということであーええモナカの最中部カーファンモナカですお願いします自己紹介してなかった多分 ご紹介したかどうかも覚えてない。やばい。そんぐらいムカついてる。で、あれ、打順をね、この理想の打順を <coughs> コメントしていただいたらもちろんいいので、ぜひお待ちしておりますということで、えー、じゃんじゃんコメントお願いします。チャンネル登録、えー、高評価、コメントお願いしますということで、以上、えー、モナカの最中チューブでした。おいし